大学生活の中でもちろん授業も受けながら、そのライブ活動とかもしてまして、そのこっから学校からそのライブハウスに向かう道のことだったりとか、まあ、将来不安になってこう練習室で一人で泣いちゃってた時とか、そういうこうどっちかっていうとこう苦しかったなというか、こういうこと悩んでたなっていうことをすごい思い出しましたね。私ってその、まあ、ちょっとお話でもあったんですけど、そんなすごい真面目な生徒だったわけではないので、先生との相性っていうのもまあ人それぞれあった中で、松川先生はすごい真摯に向き合ってくださる先生だったので、自分のやりたいことを唯一話せるレッスンの時間だったんで嬉しかったですね。療法の実習を行かせてもらってたんですけど、まあ、その時に実際に自分でプログラムを考えて皆さんにこう披露するというか、一緒に音楽療法する中でやっぱりこうなかなか手足が動かない方だったりとか、会話がなかなか難しい方が、まあ、音楽で一緒に歌うことで口が動いてたりとか、そういった光景は音楽療法の実習で初めて見て、音楽の力ってすごいんやなっていうのを思わせてくれたきっかけだったので、そういった実習だったりとかはすごいためになったなと思いますね。そうですね、私自身向こう側女子大学を選んだ理由の中で、音楽だけじゃない授業も学べるっていうところがすごい私の中で大切だったポイントで、自分の音楽学部じゃない友達も作れる、こういろんな学科が混じる、選択授業があったので、それで今でも英語を学んでた子が CA になってて、その子と今も友達だったりとか、音楽だけじゃないこういろんな幅の友達だったりとか人と触れ合えるっていうのはすごい向こう女の良さだったと思うので、やっぱりこう自分がなんか辛かったりとか、まあ、こういう言葉かけてほしいとか、まあ、そういう気持ちを歌にしてることが多いなと今日も思ったので、やっぱり自分自身がなんていうの、プラスな感情っていうかはどっちかっていうと、こういう時に寄り添ってほしいとか、なんかそういうのをこれからも歌にしたいなっていうのを思いましたね。大学の思い出は一生です。出会った友達も一生です。みんなこれからいろんな人生あると思うし、今もいろんなことあると思いますけど、好きなことはずっと好きでいてほしいし、大事な人を大事にして、私もね、まあ、自分に言ってるけど生きていってほしいです。これは絶対伝えたかったこと。皆さんぜひ向こう女を受けてみてください。お願いします。